こんにちは、カウパパでございます。今までいろいろなストーブを使ってきたんですが、鍋をですね、不安定なところでやってたがためにですね、ひっくり返すことになっちゃって、ちょっと低い重心のやつを欲しいなと、まあ、そういうストーブ欲しいなと、まあ、いうようなことで、久しぶりにですね、これをポチってしまいました。プリムスのですね、エクスプレススパイダー2、あの P136 ってやつですね。分離式のストーブになります。ちなみにですね、まあ、Amazon で届いて、まだ開封してないんで、ちょっと開けてみたいと思います。取説ですね、取説と、あ、これがあのプリムスのはね、こういうあの丈夫な袋で、ここのところに、こういうのがついてるんですよね。まあこれあんまりいらないんですけど、丈夫な袋が入ってます。で、本体ですね、こんな風になってますね。ちょっと、こんな形ですね。まあ何せ当たり前ですけど、火入れてないんで綺麗なもんですね。これがですね、3本足ですね。ぐーっと広げてきて、パカッと。で、あ、後ろね、自動的にあのロックがかかるようになってますね。行こうか。うん、いいな、質感がねすごくいい。ちなみにね、まあプリムスの、まあ、ストーブですけど、一番最初にね、僕、まあ最初にっていうか、もうしばらく買って立つんですけど、この P、なんだっけ、 P153 のウルトラバーナーっていうのを使ってたんですね。まあ今でもね、使うことがあるんですけど、まあこれはあの有名なあの高火力の、まあ、この十字のごとくですね。で、とにかくまあ出力が強いということで、この P153 は3600kcalと、まあ250の缶でだいたい1時間ですね、50何分ですね、持つような、まあ、一応計算上はそうなってますね。これ非常にあの、まあ、必要以上の火力を得られるですね、非常に優れたバーナーですけど、今回買ったこの136ですね、これはですね P153 のウルトラバーナーに比べて、まあ、だいたい3分の2ぐらいの出力で、2400kcalというようなとこだそうです。ですので、まあだいたい同じ缶を使った場合ですね、まあ、出力が低い分だけ、その分あの燃焼時間は長くてですね、こっちがだいたい55、6分に対して、こっちが約70分ということで、約15、6分ですね、こちらが長く燃えてくれるというようなところですね。まあ、ちなみにあのこの250の缶を使った場合の話ですね。で、重さはですね、あくまでも P153 対比ですけど、この P153 が116g だそうです。で、こちらの P136 のスパイダー2の方はですね、まあ、この大きさで 195g ということで、153の倍と、こっちが2倍重いと。ただまあ200切ってる話なんで、そんな重さってそんな感じないですし、まあいろいろね、背中に背負っちゃうと大体 50g、100g ってそんなに感じないんで、まあこれぐらいだったらもう十分、まあ、担いでいけるかなと、まあ、いうようなとこですね。そうだ、これはね、この例えば P153 だと、ここにですね、点火装置、イグナイターがついてますね。でね、これちなみにあの
ちょっと変な色に焼けちゃってますけど、P115 ですね、フェムストーブってあのちっちゃいやつ、これも山なんか持ってくやつなんですけど、これはまあここに点火装置がついてるんですが、まあ、いずれにせよ一体型はですね、まあ、このような形でイグナイターがくっついてます。まあそれに比べてですね、これは P136 のスパイダーの方は、まあ、どこにもあのイグナイター点火装置がついてないんですね。だからライターかなんかでシュッとつけろと、まあ、いうようなことですね。じゃあちょっと缶と組み合わせてみます。さすが岩谷プリムス、ピタッときますね。ちょうどこんな感じですかね、どうしてもね、ちょっとこのしなりが、まあ、癖がまだついてるのと、あとはこう土台がですね、まあ、土台というかこう上にこう鍋の穴にも乗っかってないんで、ちょっとこう片足が浮いちゃってる状況ですけど、まあこれに例えばですね、まあ、こんなクッカーなんかを乗せる、まあ、水を張ったクッカーなんかを乗せるとですね、まあ、安定するのかな、ピタッとこんな感じですね。まあいいかもしれないね。じゃあちょっとね、せっかくなんで火でもつけてみようかな。初点火というとこですね。ちょっと室内なんですが、まあ換気は十分してますんで、こうですかね。ここがつまみ。うん、オッケーオッケー。じゃあ行きまーす。これね、はっきり言うとゴーって言ってるでしょ。ちょっとここが不安定なんですよ。これがもしくるっとひっくり返ったことを思うとね、非常に怖いですね。バーナーシートを下に敷くとかですね、あとまあ、よく山登る人はベニヤ板なんかの持ってきますけど、まあ、そんなものを下に敷いてやんないと、まあ、直接これがこけた時にね、テントのマットとか、ね、まあ、溶けちゃう可能性があるんで、ちょっとその点については、非常に気を使った方がいいかもしれませんね。今回はですね、プリムスの P136 エクスプレススパイダーストーブ2のご紹介でございました。はい、どうもありがとうございました。